ウィナーズ FC グランスーマの決勝戦試合が始まりました。右のスペースに流し込んでいきます。10番の長谷川、このボールは抜け出しましたが、歩む、まあ本当はいいゲームできてる。でもね、勝たないとね、しっかり結果につなげたいから、ね、みんなで続けていきましょう。よし、行こうか。さあ1回戦のキックオフです。ウィナーズ対ヘイジ、前を向いたウンパルンパ、縦パスからちょっと攻めの糸口を伺っていきます。ウィナーズ、ヘイジ深い位置、フリーキックのチャンス、低い速い球が来ました。流れ球ヘディングに行きましたが、これはわずかにそれました。なんと、さあ歩夢が仕掛けた決定機、まあ、悪くはないじゃん、正直勝てん、まだまだ全然足りない、もっとやれるはずだからね、後半に勝とうよ。さあ行こう。拓也が中を見ます。角度をつけたクロスボール、タカが落とした、ケイゴが飛び込んできた、見事なボレーシュート、こぼれ球拾ってケイゴを外して右足で狙ってきました。ここでケイゴくさび、翔ちゃんがパスを出した、抜け出したタカ、抜け出したタカ、そして流し込んだまで戻したところで試合終了の笛が鳴りました。あ、こんなシチュエーションないから第一に楽しもう、うん、さっきも言った通り、まあ、チームで戦う、まあと我慢すること、まあ、そこはもう絶対的に必要で、自分たちを信じよう、今までやってきたこと、この合宿でやってきたっていうのを信じよう。相手ももちろん社会人でやってるし、そこそこできると思うけど、まあ、どんな状況が起こるかは分かんない、正直俺にも分かんないし、でもその未来を変えれるのはもうみんな一人一人の力だから、今まで俺もいろいろ経験してきて、もう本当不可能って言われることをひっくり返してきたことって何度かあんのよ。本当に奇跡っていう言葉があるけど、奇跡はね、信じない奴には絶対奇跡は送ってこないのよ。なんでその状況をひっくり返せたかっていうと、チームのみんなが誰一人ともね、勝利することを疑わなかった。みんなで声かけたり、どんなもう劣勢の状況でも本当にそうやって最後まで諦めなかったこと時に勝利の女神は微笑むし、だから自分たちの力を信じてほしい。このウィナーズっていうチームでこうやってね巡り合えたことに感謝して、精一杯思い切ってやりましょう。で、勝ってね終われるように頑張りましょう。よし、最後ね、思いっきりやってきて、で、動画の展開とか関係ねえから、うん、はい、やめちゃうやめちゃうやめちゃう、絶対勝ちに行け、分かった、もう一回集中し直して優勝してかりましょう。ゴーミナーズ、ゴーゴー、いい意味でね、勢いよく行こうよ、行こう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 、いい意味で勢いよく行こうよ、勝つよ、勝つ、勝つよ、勝つ、勝つまでは普通に、以上です。動画の展開なんて関係ねえからという声が紫のチームグランスーマのコーチから聞こえました。 FC グランスーマは神奈川県社会人サッカーリーグ3部に所属する大学生のみで構成される若いチームです。俺たちは引き立て役にはならない、ウィナーズを倒してやろうと闘志むき出し。対するウィナーズはキャプテン慶吾のスーパーゴールを含む3ゴールで1回戦を制し、この決勝に駒を進めました。体力、技術、メンタル、どれも最高の状態でチームはノリに乗っています。 FC グランスーマのラインナップです。システムは 3-4-1-2、 ゴールキーパー小玉、田中、中野、八田の最終ライン、中村、高村、長谷川、吉田、井出の中盤、前線は白鳥、高野の2トップです。ウィナーズの先発ラインナップです。システムは 4-4-2、 ゴールキーパージャイアント和樹、かける光次郎、重梅ちゃんの4バック、中盤のセンターウンパルンパ慶吾、サイドに翔ちゃん義士、前線は歩夢と高野2トップです。初優勝をかけるウィナーズ、今キックオフです。決勝戦試合が始まりました。ウィナーズ
今日のスターティングメンバー、ゴールキーパー、ジャイアント和樹、最終ラインは4バックです。右からかける、浩次郎、しげ、梅ちゃん、中盤のセンターにウンパルンパ、圭吾、右に翔ちゃん、左に義士、前線は歩夢と高の2トップです。FC グランスーマ 3-4-1-2 のフォーメーション、ゴールキーパー小玉、3センターバック田中、中野、八田、中盤左から井出、吉田、長谷川、高村、中村、そして前線は白鳥、高野の2トップです。さあウィナーズ、かけるが縦パスを入れます。翔ちゃんが背負って中に残します。敬語の縦パスですがちょっと引っかかりました。セカンドボール、ウンパルンパー、そして左のサイド、義士がキープ、ボールを奪いました。 FC グランスーマ、やっぱりプレッシングは健在です。右のスペースに流し込んでいきます。10番の長谷川、最後はシゲがカバーしました。立ち上がりから非常にタフなゲーム展開です。ここでジャイアント和樹、少し間合いを入れます。ボールをしっかりセットして、ここは敵陣の深い位置をちょっと狙っていこうというゴールキックです。さあ歩夢反応しましたが、跳ね返しの応酬、まあ、これがですからバウンドすると一気にグランスーマはプレッシングに転じてきます。17番の井出は 3-4-1-2 の左のウィングバックを務めています。ちょっと接触があった際に痛めた選手がいたようです。 FC グランスーマ背中を少し気にしています。3番の吉田だったでしょうか。さあかけるからスローインです。サイドバックにコンバートされて、決勝戦も先発起用されました。かける浩次郎です。胸トラップ、冷静に近いところを狙ったんですが、長谷川でカット。 FC グランスーマ左からチャンス、このクロスボールはどうだ。最後梅ちゃんのクリア、左サイドから鋭く FC グランスーマ攻め込んできました。さあゴールキーパーのジャイアント和樹からです。ここも全体を上げました。立ち上がりはつなぐリスクを犯しません、ウィナーズ。一気に深いところまでボールを打ち込んできます。高野フリックちょっと失敗、縦に斜めにボールを入れます。このボールは抜け出しましたが歩夢、しかしこれはグランスーマゴールキーパーの児玉がしっかりボールを取りました。ゴールキーパーの児玉は少しボックスの外にボールを持ち出して当てる場所をちょっと探ってます。頭で流しましたが、右のサイド中村にはボールは入りませんでした。 FC グランスーマ左梅ちゃんからウィナーズのスローインになります。ボールをもらいに行きました。ウンパルンパ前線左は歩夢が今ちょっとボールもらいに行ったんですが、さあ前からプレッシャーをかけます。ウィナーズ真ん中止めて、 FC グランスーマ長谷川スルーパス、右抜け出して中村、中村が来た、いいタックル、いいタックルです。義士のタックル、最後はシゲがクリアに逃げました。ちょっとサイドから攻め込まれましたが、ウィナーズここは一人一人が集中して対応します。前線からゴール前の守備にみんな戻ってきました。さあ FC グランスーマ白鳥のコーナーキック、これは際どいチャンスでした。最後4番の中野、中野と競った茂に当たっていたでしょうか。
いずれにしましてもウィナーズコーナーキックを与えてピンチを迎えました。立ち上がり5分間で3度目のゴールキックになります。ジャイアント和樹、まあ、2度最初のゴールキックは跳ね返されましたが今度はどうだ。これもグランスーマ跳ね返しましたが競ったところでファールの笛が鳴ります。ちょっと高めでもらってやれ、前で前で。さあ那須監督からの指示も飛びます。右サイドかける、ちょっとボールロストしたが自分で守備、翔ちゃんが寄せていきます。前からかけるがもう一回戻ってプレッシャーをかけます。この位置から FC グランスーマ左の前抜け出していこうとした10番の長谷川を狙ってきました。スローインです。かける、戻ってきたところにボールを入れました。さあこぼれ球ウンパルンパ、前線落とした歩夢、ここにプレッシャーをかけるウィナーズ、前に出て左梅ちゃん、今出て取ったのはシゲです。梅ちゃんの前は塞がれました。さあ早めにシゲが長い球を蹴ります。前線で6番の翔ちゃん、そしてかけるが取って前に行こうとします。なんとかもう一回ボールを奪った、翔ちゃんがキープ、ウンパルンパダイレクト、圭吾が前を向く、踏み込んで打ってきました。ナイスナイス、梅いい上がりよ。最後シュートを打ったのは中盤のセンターの圭吾、1回戦では決勝進出の立役者となりました。2ゴール、まあ、シュートには自信を持っている圭吾が遠目から狙ってきた形です。ゴールキーパーの児玉です。グランスーマー競ったのは10番の長谷川、その長谷川に対応したのは右サイドバックのかけるです。圭吾寄せます、しかし長谷川がワンタッチで逃げていこうとします。 FC グランスーマー右サイドのスローインです。ウィナーズ、ちょっとボールを拭いてからスローインにしました。かけるです。前線高キープ、ただこれは笛が鳴って、あ、ウィナーズ側のファールになりました。さあ FC グランスーマーゴールまでは距離がありますがセットプレーです。後ろからちょっと動かしていきます。23番は高村です。縦パス引っ掛けました。高ヘディング、康二郎、それからかけるでいきます。かけるが前に出て対応した。かけるでボールを取れるか、取った、取って運ぶ運ぶ、激しい攻めぎ合い。右のサイドはかける、翔ちゃんでもってなんとか起点を作ろうとしました。ウィナーズ、ピアだけはね頭に入れといてね。うめ、ナイスハンダー、かけるのスローインです。ちょっとフリックしましたが、歩夢のフリックはちょっと不発、ラフに背後に蹴ります。カバーした康二郎、おっと、これは蹴り直し、ヘディングです。ヘディング、まずはセーフティーに行きます。左井出です。 FC グランスーマの左サイドは17番の井出。さあカットインした、そしてボックスに出てきた、スライディングでしのぎましたが右足で最後シュートに持っていく高野。 FC グランスーマ高野のシュートをしのいで康二郎が長い球を蹴ります。前線高がしょって反転、しょって反転、高が運んで横パス、歩夢が出てきた、踏み込んで歩夢シュート、
自陣から2トップで一気に攻め切りましたウィナーズ。ゴール前ギリギリ、相手のゴールキーパーも出てきましたが、歩夢の際どいチャンスです。さあ、ウィナーズ右のコーナーキック、蹴るのは慶吾です。これで慶吾がカーブをかけました。真ん中ヘディングシュート、最後シゲ。後ろから少し遅れてセンターバックのシゲが入ってきました。ツートップでもってチャンスを作り、最後セットプレーセンターバックシゲのヘディング、ウィナーズ可能性を感じさせるチャンスです。かなり間合いを空けましたゴールキーパー、グランスーマの児玉です。康次郎ヘディング、距離が出ます。フリックしたのはタカ、抜けていこうとしたのは歩夢。梅ちゃんが背中でバウンドしたボールカバーしきれずに中村が抜けます。あ、これは梅ちゃんがうまく、梅ちゃんうまく対応します。梅ちゃん、おー、うんぱるんぱー、ナイスカバー、素晴らしいカバーを見せました、ウンパルンパ。梅ちゃんも粘り強い対応を見せまして、まあ、際どいチャンスを相手に作らせませんでした、ウィナーズ。集中力の高さを見せます。右のコーナーキックです、FC グランスーマ。蹴るのは9番の白鳥。低いカーブ。流れたボールは11番高野で拾ったクロスボール、しかしゴールキーパーのジャイアント和樹、おっとナイスキャッチからナイスパント。さあ高が止めて真ん中ワンタッチ、高決定機、高決定機、打てるか、高打ったが、これはカバーしました。最後左サイドの入れです。義士が絡んで最後は高の決定機、左足股抜きでした。これはしかしながら FC グランスーマのカバーです。じゃあ行く、じゃあないボール。さあウィナーズ左サイド、義士がスローインを入れます。義士は左のウィングに入っている選手です。慶吾が低い黒を流れた、チャンス止めて、タカが打て、後ろから打ってくる、タカが打つか、打てない、際どいチャンスになりました。こぼれ球タカとショウちゃんでもって狙っていきましたウィナーズ。大外タカ粘ってショウちゃん、もう一回タカです。スローインはカケルが入れます。体を入れるカケル、そのカケルが強くバウンドさせました。慶吾は落とします。ウンパルンパー、サイドにボールを丁寧につけます。そして右からカケルが上がった、ヘディングで跳ね返しました康次郎。セカンドボール、どちらも局面が激しい、非常に激しい試合になっています。最後尾からしっかりつないでいこうとしたところに慶吾が出てプレッシャーをかけました。FC グランスーマープレッシングが武器のチームですが、ウィナーズの方もプレッシャーをかけるエネルギーでは引けを取らずに戦っています。
さ。FC グランスーマボールのスローインです。23番は高村です。さあウィナーズ翔ちゃんがまたぎもちょっと入れながらボールをキープ。右に流れた歩夢、ここにかけるがいます。ウンパルンパワンタッチ、敬語に入らずちょっとカウンター。これはウンパルンパが戻ってなんとか遅らせる。かけるの背中にボールを通してきました FC グランスーマ。左のサイドから白鳥、勝負した勝負した FC グランスーマ。ここはしのぎどころ。ウィナーズゴール前、敬語が前に立ってこぼれ球、懸命に走る懸命に走る。もう一回追い直す。中を締めるウィナーズ、浮き球にしたヘディングギシ、シゲ、ウンパルンパクリアに逃げます。ラフに放り込んできたシゲのヘディング、梅ちゃんのパス、そしてギシがなんとか前に行きたいんですが、いやー激しい、非常に激しい。ゴールキーパーを使います、ジャイアント和樹。センターバック康二郎が右に開きました。ここで強い縦パス、翔ちゃんが戻りながら敬語に預けます。左梅ちゃん来た、梅ちゃん来た、左の前に抜けます。タカが抜けた、タカが行った、タカが戻した、止めて歩む左足。これはしかしながら2トップで最後フィニッシュまで持っていきましたウィナーズ。さあ FC グランスーマゴールキーパー小玉から敵陣に長い球を入れていきます。絞った梅ちゃん、キープした梅ちゃん、そしてシゲがおっとプレッシャーここかけてきますので、ウィナーズ要注意。 FC グランスーマの前からのプレッシャーです。ボールをキープしたタカ、これはしかし拾った敬吾、一気に前、右から翔ちゃんが出てくる。休む暇のない非常にタフなゲームです。まずはここは持たせて守備の形を整えましたウィナーズ。リベロの中野が中盤につけます。ウィナーズはまずしっかり形を整えて守る選択です。ウンパルンパの背中にボールを通してきましたが、康二郎が前に出て防ぎに行きます。左のサイド、これはラインを割っていました。スローインはかけるが入れます。翔ちゃんがちょっとキープにかけるがフォロー、かけるの縦パス、前に出てリベロの中野が持ち替えて外。ここはウィナーズ守る局面、かける足を出す、しかしながらかけるがそのまま寄ってった、ちょっと突破されたぞ、折り返してきた康二郎のカバーです。ここにリベロの中野が前に残ってます。康二郎はクリアに逃げて歩夢が来た、歩夢キープ、そして高ワンタッチ、ウンパルンパ、ちょっと歩夢に入らない。ウィナーズカウンター不発。声をかけながら守備の対応を整理しますウィナーズ。今ギシが寄せましたんでバックパスを誘った形です。アダカーの一人の長谷川が下がってボールに変わりました FC グランスーマ。
この18番の田中、真ん中の中野、さらにその左の八田という3人のセンターバックになっています。 FC グランスーマー、ウンパルンパがつく。しかし右に展開された。梅ちゃんの背中に入ったボール、重のカバー、素晴らしいカバーです。サイドの奥を突かれましたが、センターバック重がうまくそれを積みました。時計の針は間もなく20分になります。時間をいっぱいに使います。ゴールキーパーのジャイアント和樹、さあ長い球のこぼれ球、慶吾の浮き球、右サイド翔ちゃん、ちょっと突破はできない。康二郎です。センターバック康二郎からセカンドボールを左サイド、義士が来た、ちょっと滑った。これで前半終了の笛です。いやー、非常に激しいゲームでした。ウィナーズそして FC グランスーマ優勝をかけた一戦、前半はどちらも得点がありません。0対0です。梅ちゃん大丈夫よ、あれ後ろはあそこ俺出してくれた方が OK。 梅さん来る、あそこ勝てる、グッと、サンキュー、サンキュー、グッと。さあ前半が終わって引き上げてくる審判団に寄ってきたのは牧彦です。本田圭介ばりにちょっと審判団に対して何か確認を行いました。牧彦です。パスタいけてる、でも勝ってるから、うわ一本やられるのマジやめよう。で危ない、ね、まず守備に関してはもう非常にいいです。で修正点だけ、ウンパと慶吾いいポジショニング取れてる、でいいあのブロックも敷けてる。でも特に自陣に深くなったところで変に取りに行きすぎて入れ替わることだけがしたくないから、だからあのプレッシャーのかけ方だけで、あそこでファールとかもやっぱしたくないから、極力でも行くなって言ってるわけじゃないから、だからそこの守り方だけ、寄せ方っていうのは一応調整しながら、何回かやっぱねちょっと危ないと思うときはこのバックパスのときに少しラインが下がりすぎちゃうのよ。ラインをちょっとでも上げたい、一歩でも二歩でも少し上げることでジャイアンのそのスペースも開けてあげたいし、ちょっとでも上げたいのよ、少しでも一歩二歩でいい、それでバックに、それだけで全然違うからプレッシャーのかけ方が。攻撃はもうグッとあのカウンターのとこもいいし、でできたら慶吾とかその展開できるサイドバックも梅ちゃんとかさ高い位置で展開できるシーンもあるからちょっと広く使いたいな。で早く攻めるときはもう全然いい、直線的にいっていいから、でどっかでもしもボールを持てるとかなったらちょっと広く使いたいっていうところかな。まあ本当はいいゲームできてる、でもね勝たないとね、しっかり結果に つなげたいから、ね、みんなで続けていきましょう。よし、行こうか、行こうか、行こうか、行こうや、行こうや、行こうや、さっきも言ったけどテンポよくボール回して、よし最後20分だよ、最後20分だよ、最後20分だよ、やってこい、最後20分だよ、行け頑張れ、よし足行けろ、よっしゃ、行くから、よっしゃ、もうあんまり言うことなかったんですけど、特に、まあ、そんくらいあの一番いい試合できてますよね、今まで。だから、ナイスエンジン、繋げたいですね、これ。行こう、優勝をかけたウィナーズ FC グランスーマの決勝戦、前半はどちらも得点なく0対0、後半が始まりました。さあ長い球右サイド、かけるが対応していきます。そのかけるのスローインです。慶吾のワンタッチ、さあ中と見せて左に展開し、左のサイドから中村が上がってきました。 FC グランスーマ、康二郎のクリア、そして重もヘディングでクリアに逃げます。かけるが体を入れます。ここは頑張りどころですが、白鳥が来ました。 FC グランスーマ深いところまで来ました。
なんとかしのいだが、これはなんとかクリアに逃げましたウィナーズ。危ないところでした。 FC グランスーマ10番の長谷川、9番の白鳥を中心に鋭い攻めを見せてきました。さあ FC グランスーマは敵陣の左サイドに長い球を入れてきます。そこから起点を作って3番吉田のパスです。さあこの7番の千田がストライカー、横の白鳥とツートップを組んでます。ウィナーズ下がって我慢、ウンパルンパもボックスに入っています。これはこぼれ球、また拾われて、さあ守るウィナーズ。グランスーマボックスに入れた中村が入ってきた。シゲがクリアに逃げます。ちょっと後半の立ち上がりはだいぶ守らされる時間が長くなっていますウィナーズ。ちょっとボールを奪うことができません。さあ白鳥です。外側にボールを入れます。かけるが前に立って対応しました。もうこれはもうウィングの義士も含めて全体が下がっていますウィナーズ。また外からかけるは締めて出て締めて出てという繰り返しを強いられています。ワンタッチを入れました藤沢、 FC グランスーマ8番のプレイヤーです。右サイドから、さあ藤原がボックスに入れた。その藤原のクロスボール、逆サイド左のサイド中村が待っていました FC グランスーマ。後半始まって3分近くになりますが、ずっとウィナーズは守らされています。かけるの横からクロスが来た。ギシエ、シゲのクリアをちょっとまた拾われました。前線で高もプレッシャーをかけに戻ってきていますウィナーズ。全員守備、全員守備です。これはちょっと遅れて対応しましたんで、ファールの笛が鳴りました。右サイドウィングの翔ちゃんが絞って守備のヘルプをします。さあ FC グランスーマ攻め続ける後半、まあ、攻め続けてますが、ボックスの中でそこまで際どいチャンスがないのも事実です。さあキャプテンの中野、直接狙ってきました。これはでも正面でゴールキーパーのジャイアント和樹、しっかりとボールをキャッチしました。そのジャイアント和樹が左の奥、長い球を入れます。フリックから鷹が来た、鷹が来た、鷹が来た、交錯した、笛が鳴った、笛が鳴りました。キーパージャイアント和樹のロングキックから一気にストライカーの鷹、たまらず前に出ました。キーパーの児玉 PK 献上。ベンチも沸きます。ストライカー高野、素晴らしいトラップからの抜け出し、ペナルティーキック獲得です。さあ高が獲得した PK、 蹴るのはツートップのパートナー歩夢です。緊張します。ゴールキーパーは児玉です。アイム決めました。キーパーの逆を突きました。決勝戦ウィナーズ先制ゴール、 PK アイムです。これでウィナーズが一歩前に出ました。
ベンチも一体となってこの先制ゴールの喜びを分かち合いましたウィナーズ。しかしながら那須監督冷静にピッチの選手たちに声をかけました。さあ優勢に進めながら FC グランスーマ先に点を取られた形です。さあ梅ちゃんがプレスをかけます。さらに翔ちゃんも絞ってプレッシャーをかけます。それをかいくぐって FC グランスーマ左から中村おショット突破しました。これはどうか、かける対応、そして敬語もヘルプに入ってきます。中を締めるウィナーズ、康二郎が前に立った、左から抜け出しました白鳥、これは康二郎が対応しました。かなり攻め込まれていますがウィナーズゴール近辺での守備は非常に集中力があります。そして勝っているウィナーズ、先制ゴールとなった PK を生んだ立役者の一人でもあります。長いボールを蹴ったキーパーのジャイアント和樹、飛びます。高のフリックを歩夢が狙っている、歩夢が寄せる、右から翔ちゃんも寄ってきました。お、慶吾がプレッシャーをかける、これは持ち場を離れた慶吾のプレス、チームをちょっと勢いづけるプレーです。さあ縦パスのフリップ、フリック、康二郎カット、一気に前、これは中野がナイス胸トラップ、引っ掛けた、義士で引っ掛けて義士でプレス、こちら3番は吉田です、 FC グランスーマ。さあ義士がプレッシャーをかけます。これはでも横パスにさせました。高と歩夢で中央を締めていますウィナーズ。スーッと前に出て18番の田中です。 FC グランスーマワンタッチ3番の吉田、ここに寄せる義士、ウンパルンパの横にボールがちょっと入りました。圭吾がプレッシャーをかけます。突破にかかってきた白鳥、最後康二郎、素晴らしいカバーです。この9番の白鳥、チームの攻撃の中心、神奈川の川崎橘高校出身というアタッカーです。最後はこの康二郎が素晴らしいカバーリングを見せました。さあ FC グランスーマ右のコーナーキックはショートコーナーにします。ここは要集中、ウィナーズこぼれ球でしたがオフェンス側にどうやらファールがあったようです。ちょっとウィナーズ2人選手がペナルティーボックスの中で倒れています。さあ FC グランスーマは2人選手を変えるようです。さあ2人選手交代を行いました FC グランスーマ。深いところに長い球を蹴ったゴールキーパージャイアント和樹、セカンドボール慶吾拾った、左から義士もプレッシャーをかけに戻ってきます。義士のプレス、もう一回ポジション取り直し、前線から高が追っていきます。もう一追い、もう一追い、もう一追い、簡単につながせませんでしたストライカーの高。さあ義士が外寄せます。慶吾が前に立つんで相手は後ろに下げました。ここまでは持たせますウィナーズ。梅ちゃんが前に出る、後ろのカバーは義士が戻ってカバー、おっとこれはギリギリで茂が体を入れました。先ほどのピンチ康二郎、今度のピンチは茂がナイスカバーです。両センターバック集中しています。
ちょっと飲水をして巧みに時間を使いました。いいポジションだから続けて。130ボールあるとき、守備のとき、あのポジションでいいから。さあジャイアント和樹、深いところにボールを打ってきます。セカンドボール、康二郎の跳ね返し、これは右のサイド、かけるが行ったんですが、こぼれ球、2人がかりでいい守備、戻しに対して前で高が取る、左は岸も上がっている、岸も上がっている、すぐ前からプレッシャーをかけに行きます高。ウィナーズ、守備への切り替わりも非常に集中力があります。左のセンターバックの八田が途中から出てきた17番の井出選手にボールを入れます。さあ白鳥ラストパス、1点リードのウィナーズ、ゴールキーパーのジャイアント和樹、ここも十分に時間を使って高速のパント跳ね返し、さあこれを拾いたいウィナーズ、高のヘディング、右から翔ちゃんがボールに反応します。このゲームはそこまで守備機会がない梅ちゃん、梅ちゃんキープ、さあ梅ちゃん一つ前に入れます。高背負って残った、うんと、うまく前に高に見えたんですが、その前のコンタクトで高のファールを取りました。さあキャプテンの中野から左の入れにボールをつけました。 FC グランスーマナイスカバーかけるです。ナイスクリアだったかけるのスローイン。ウンパルンパを狙いました。ウンパルンパ左から義士も絞って守備、しかし外側が空く、敬語で取ります。敬語の長いパス、高抜けた、あオフサイド、いやいや、すげえすげえ、ナイスよ、イメージグッド、イメージグッド、自陣からの速攻でしたが、まあ、オフサイドにはなったものの、相手を嫌がらせるような攻め方を見せましたウィナーズ。タッチラインにボールをつけます FC グランスーマ、義士が前に立ったんで遅らされました FC グランスーマです。構えられた外から、さあ音抜け出した長谷川、チャンス、ジャイアント和樹、ジャイアント和樹です、ジャイアント和樹、もうこれはまさにジャイアントセーブ、見事な連続の決定機阻止です、まさに守護神ジャイアント和樹です。アイムもちょっときつい時間帯だから少しだけ、さあ先手は取ったもののボールを持たれると苦しい展開が続きます。ウィナーズ、ゴールキーパー、そしてセンターバック中心になんとか我慢、キーパー出る、ちょっとパンチングはできない、さあいよいよもって残り5分の攻防となってまいりました。仙台左足、ちょっと2人重なったんですが、さあ高が守備でこれはセットプレーで下がってた高、ストライカーですがボックスで素晴らしい守備です。いい守備をした高は自分の持ち場最前線へ戻っていきます。
ルキーパーのジャイアント和樹、右の奥です。高競ります。近いところに歩む、それから翔ちゃんもいます。高来た、高来た、高のパス、義士が追っていきます。シュートまではいけませんでしたが、ちょっと雰囲気のある攻めになりました。ウィナーズ、高頑張ろうか、もう少しだから頑張ろう。点差は1点、なんとかウィナーズリードはしています。スペースに出す、梅ちゃんがカバーに戻る、梅ちゃんが戻す、梅ちゃん滑った、ちょっと滑ったが外された、またぎが入ってミドルシュート。最後はジャイアント和樹、しっかりボールをキャッチしました。タカ、タカ、さあ今度は早いタイミングのパントです。ゴールキーパーのジャイアント和樹、ボールサイドに反応したのはストライカーの歩夢。少しずつ時間が少なくなってきました。スローインを入れたのは左のウィングの義士、レフトバック梅ちゃん前に蹴ります。義士、ウンパルンパ、ウンパの浮き球、バウンドした、タカが行く、お、タカが行く、こちら FC グランスーマは長い球を蹴らないで、しっかりと後ろからつないで、まあ、敵陣に入って攻めようという意思を見せます。歩夢も戻って、義士も下がって、場所を埋めるウィナーズ、戻って守備、ウンパルンパが引き取ります。おっと、義士にボールを入れたんですが一度引っかかりました。ウンパいけるか。苦しい時間、ベンチのチームメートから声が飛びます。梅ちゃんです。歩夢キープ、これは初手ファールを誘いました。このリスクアートはゴールキーパーのジャイアント和樹が出てきます。さあ角度をつけて、タカが競ったこぼれ球、慶吾はボールをキープ、キープ、プレスをかけにきます。これが怖いんです、 FC グランスーマ。幸次郎のロングフィード、前に重も出て対応しましたが、下がりながらかける、かけるは上がっていく相手のウィングバックをちょっとケアします。かけると17番 FC グランスーマ井出のマッチアップ、中央から背後、10番の長谷川が出てきましたが旗が上がっています。さあ残り時間が少なくなってきました。あと1分とちょっとです。ジャイアント和樹、早くて長い球、右の奥に打ってきます。さあ優勝へ向けカウントダウンに入ろうというウィナーズ、義士がプレッシャーをかけてボールを下げさせます。ここから FC グランスーマがどうやって攻めてくるか、歩夢が遅らせたがくさびが入った、慶吾がプレッシャーをかけて戻ります。さあカバーに入った、最後は戻った翔ちゃんのカバーです。ウィングプレイヤー翔ちゃんのナイスカバーに大きな声が起きます。さあこれで時計の針は40分を過ぎました。
このクロスボールキーパーのジャイアント和樹が取ります。40分は過ぎています。レフリー時計見て、試合走って、試合走って、さあパンと蹴る。まだゲームはある。チャンスにできるか。左からギシカ飛び込んできた。これをなんとか閉じ込めたいウィナーズ。ボールを下げます。ここに梅ちゃん、シゲです。ボールキープして試合終了の笛が鳴りました。 PK で取った虎の子の1点、ウィナーズ守り切りました。 FC グランスルーマを下してウィナーズ見事に優勝を果たしました。初めて大会に参加したウィナーズ、難敵だった公式戦9戦負けなしの FC グランスーマを PK の1点で破って見事初の優勝を果たしています。キャプテンの判断なかったらやばいことになってた。キャプテンの後半だ。本当に感動した。ナイスナイスゲーム。本当合宿からね、もうきついトレーニングやって、で本当2日目もねハードにやったと思うけど、みんなが前向きにトレーニングやった結果、これはもう出てる選手だけじゃない、出てない選手もそう。こうやって支えてくれてるスタッフもそう、みんなの力で泣きそうや、久しぶりに、だからありがとう、感動した、やっつけ。もらえなきそう、やばい。ナイスゲーム、2試合ともクリーンシートやね。素晴らしい、素晴らしい、マジマジありがとう。いや分析聞いてるわ。いや最強、最強。こっちをめっちゃ右狙われててさ、3枚ぐらいのマジどうしたらいい。後半だじゃあに、クソ狙われてて、あれちょっと 1.5 で俺らが下がってちゃん相当きつかった、4枚ちょっと遅かった、ごめん、マジきつかったな、最後戦ってたわ。あとは一つごめん言わせたけど、これ続けようね。俺も監督業冥利に尽きるってこういうことだなと思うし、まだまだ目指すべきとこはウィナーズとしては高いところにあるから、もちろんその課題だったりってこうどんどんね成長していかないといけないけど、でもこういうねみんなでチームで掴む勝利、これをねウィナーズのね成長のために生かしてこうで続けて、たくさんの人をねこう巻き込んで本当素晴らしいチームにしていきましょう。継続しましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。まず結果として負けてしまったのが悔しいっていうのが一番なんですけど、やっぱりすごい練習してきているんだなっていうのが伝わってきて、スピード感だったり対人の強さがレベルが高くて、自分たちはまだ学生っていうのにもあるのかかわらず負けている部分が多いと感じたので、そこの部分をウィナーズさんに負けないようにこれからどんどん磨いていけたらいいと思います。自分が引っ掛けちゃって PK で点取られちゃったのはちょっと正直
悔しいですし、初戦の時に PK 止めて勝ってるのでちょっと止め切りたかったなっていうのはありますね。試合やってて声出す選手がやっぱり多くて、それもいい声かけが多くて、自分たちも雰囲気よくサッカーやりたかったんですけど、その雰囲気もかき消されてしまったりしていたんで、すごいやりづらかったです。事務所ちょっとあのこれ狙ってたんで、ほっとしましたみんながマジで頑張ってくれて、あそこまで繋いでくれて、最後高くん頑張って粘って倒されて、まあ、PK 僕っていうところだったんで、今まであんま PK そんなに緊張しなかったんですけど、人生で一番緊張しましたね、この PK。 いやー嬉しいっすね。いやすっごいきつい戦いでしたけど、全員がもうめちゃめちゃ 120% 力出してたんで嬉しいっす。自分がキャプテンとして少しでもチームにプラスになれるように、ちょっと声かけだったりプレーで頑張ろうって思ってやってました。もっと自分たちもウィナーズがもっと強くなっていかないと、いろんな人を巻き込んでいけるように頑張っていきたいと思います。ジャイさんからキック来た時に、なんかこうセカンドボール来るなっていう、ちょっと先に一歩目動きに来たんで、後半本当にシュートほとんど打ってないんですけど、一本決めれて本当に良かったです。まあ本当に俺が感謝してるのはむしろ選手たち、むしろ頑張ってくれてるから、だからそこは本当に背中押されたというか、合宿で本当にマジでチームになった一つになって、那須さんの涙でマジで俺泣きそうになって、本当に良かったです。本当に良かった。もうそれに一言でつけます。合宿の初日結構こうなんかぎこちない感じでやってたんですけど、まあなんかこうプレーを通して本当にこうチームになることができたというか、まあ自分のこうストロングポイントもまあアピールしたかったんで、まあ結果に貢献できてよかったなっていうのと、みんなのもう情熱がすごすぎて、もう本当にあの僕後ろで守っててめちゃめちゃ感動しました。みんなでみんなのために走ってたんで、本当にこの結果は妥当な結果だなと思います。合宿の成果もめちゃめちゃ出たんじゃないかなと思います。いや無事に勝ててよかったです。チームとしてこの合宿期間を通してしっかり成長できたなっていうのを感じられた試合になったと思います。これを一つのステップアップとしてまた次につなげていきたいと思います。これなんかみんなとハイタッチするまでなんか勝った感覚しなかったです。しかも結構いい勝ち方じゃなかったですか。みんなで粘り勝ちみたいな、最高っすねサッカーって。結構自分のサイドから何回かやられるシーンあったんですけど、まあ、ディフェンスラインのシゲ君だったり康二郎君だったりがもうかけるナイスナイス励ましてくれて、もうその上で本当に救われましたね。あれだけ攻められて、あれだけなんかもう劣勢な状況で、でも後半のワンチャンスをものにして、もうそこからもう耐えて、那須さんがずっと言ってた我慢をして、もう本当にもうベンチからのやっぱ声も本当にやっぱりみんなにやっぱり力を与えてたと思いますし、いや本当に全員で勝てた勝利だったと思います。いや嬉しいですね。合宿がなかったら絶対勝てなかった試合だなって思いました。そんな特に目立つプレーはできなかったんですけど、まあ、みんなに結構褒めてもらって初めてこう試合で貢献できたんじゃないかなって思います。強かったね相手ね。アザスが本当にやっぱ出てない分、俺は本当に やんなきゃいけないと思ったし、マジでベンチもいい雰囲気だったし、本当に良かった。いろんなキャリアの中で優勝してきたり、いろんな経験してきた那須さんを泣かせるまでに俺ら慣れたってちょっと嬉しかったわ。サッカーに携わってるキャリアの中でも何か那須さんの中で思い出に残ったのなら嬉しいです。前半入ってもうすぐもうみんなの気合とかで見ててもこれは勝つんじゃねえかと思ったんですけどね、はい、素晴らしかったです。みんなキラキラして頑張ってた分、なんか僕もやっぱり込み上げてくるものがあったし、同時に怪我で出れなかったっていうのはかなり悔しい思いをしたので、ちょっとまた今度はみんなと一緒に戦って僕もその勝利の輪に入りたいなと強く思いました。めちゃくちゃもどかしかったです。それは1試合目も2試合目マジで出たかったです。シーズン2加入して怪我してるだけの人になってますから、ぜひ期待しておいてください。一緒に戦いたかったなっていうのは正直ありますし、ちょっと早く直して、もうめっちゃ悔しかったです。でもそこはね、昨日の練習を少し見させていただいて、で今日の1試合目があって、で2試合目は決勝という形で、なんかどん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 その組織としてチームが成り立ってるなっていうのをすごい感じれる試合で、練習とかいろいろしてきて、でミーティングも重ねて、この合宿の成果っていうのが最後にすごい出たんじゃないかなって思います。選手に感謝ですね。もう選手もそうですし、まあ、スタッフもそうですし、まあ、厳しい中での今コンディション的にもかなり追い込まれている中だったと思うんですけど、チームのこの素晴らしさというか、チームで戦うことの本当の素晴らしさを選手たちが体現してくれて、
で最後の最後まで諦めないというところで、まあ、練習ごとにまずは成長して、で試合ごとに成長して、で最後ね勝ちという形で終われたので、合宿を締めるという意味ではいい形で勝利できたので、本当に選手もそうですしスタッフの皆さんもみんなに感謝したいと思います。いやいいもん見せてもらいましたよ本当に。まあこれをね継続してさらなる高みに行けるようにというチームとして精進しながら頑張っていきたいと思います。第1位ですね、優勝ミナンさんになります。お疲れ様でした。ミナンありがとう。今後、まあ、青森山田にリベンジどこかのタイミングでします。ミナンとして勝ちたい。青森山田に勝つためにもいろんな強豪校だったりそこで持っている運営だったりとか強いチームと対戦する中で勝利を収めたい。各々が成長スピードを上げていかないといけないと思うので、そこら辺は意識して今後やっていきましょう。これを続けていきましょう。で続けていくプラスもっと競争もそうだし練習の質をこだわっていきましょう。いつかは青森山田、まあ、リベンジする日来ると思うので絶対に倒してやりましょう。選手たちが前向きにやってくれたっていうのが一番のこのウィナーズとしての収穫だったので、一番もう成長スピードというか成長したのが合宿の中で、まあ、義士はちょっと驚きでしたね。コナミ